要望を聞いて治療する、これがもちろん大切なことなんですが、我々はずっと患者さんの病気を治すというふうに言われてきました。甘い顔をしないで病気に対して全力で立ち向かう。一方で患者さんの都合はあまり考えず多少無視されてた部分があります。痛い時、例えば痛みを和らげてくださいって患者さんから言われないと、やはり我々は痛くないから言わないんだろうっていうのもあるんですね。ただ痛みだけを取るのはごまかしになるからあまりやらないって医者も多いのは事実です。ただ言ってもらえれば、じゃあよし、じゃあ痛みを取りましょうってことにできますので、そのコミュニケーションが大切だと思うんですね。はい、さてこの動画をご覧いただいている方は現役でお仕事をされている方も多いと思います。忙しい方でも治療の方法というのはあるんですよね。はい、実際その方法はあるんです。はい、でそのことはなかなか医者が話してくれないっていうのは現状としてあります。なぜかというと、その治療というのがあって、その中で一の手、まあ、いわゆる一般的な標準的な治療というのを医者は話すということになってるんですね。はい、でもせっかくあるなら教えてくれてもいいのになと思ってしまうんですけれども、実際我々と教育として、まあ、先ほどの流れと同じですけども、はい、1の手、他に2の手、3の手、いろんな治療があるんですけれども、やっぱり治療をしたい、ちゃんと治したいというのがあるので、どんなに忙しくてもいいから来なさい、いいから私のいいことを聞いてなさいというふうになってしまう医者が多いのは事実なんです。ただちゃんとこうコミュニケーションが取れれば、2の手3の手の治療を受けることができます。例えば毎月治療を受け、糖尿病の治療をしてます、でも毎月はちょっと病院に通えないなという場合は、それをちゃんと言ってくだされば、2の手3の手として、じゃあ2ヶ月に1回にするために、じゃあこういうことをしましょう、例えばお家で血糖値を測定しましょう、はたまたお薬はこういうふうに取りに来てくださいということもできるんです。ただそれは言ってもらって、じゃあしょうがないから、じゃあそうしましょうかということでしか、そういう流れにはなっていかないんですね。